テネオリンピックに向けて中国の期待の選手ですね。そうですね、これまで、中国の選手はどちらかというと少し弱といっては表現はあまり良くないですけど、随分筋肉質な選手が増えましたね。ひねってきました、前転跳びから前方屈伸宙返り2分の1ひねり、跳馬の高さが125センチと身長とあまり変わらない高さなんですが、飛距離、高さ、そして姿勢どれをとっても、申し分ないぐらい、上がってますし、ひねりの姿勢そして着地、この角度から見ましても足の乱れがほとんどありません。素晴らしい跳躍ですね。得点 9.150 です。黄金